Mad Cafe and Garden presents Sticky Style。時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンのキロです。こんにちは。こちら東京からいろんなゲストを迎えして素敵な時間をお届けしようと思ってます。今日は小田哲郎さんがゲストですよ。さあ早速このコーナーに行きましょう。 The Voice from 渋谷。今日は日本各地の中から渋谷の声の便りを届けてくれます。源さん。 FM ギノワンをお聞きの皆様、渋谷クロス FM88.5MHz ジェントルナイトパーソナリティの源飯島源です。今日は私が番組パーソナリティを担当している放送局のある渋谷についておすすめの情報をお届けします。渋谷では何といっても代々木公園の桜が有名です。代々木公園では沖縄にちなんだイベントなどが開催されることもあり、馴染みのある方々も多いかもしれません。今お聴きいただいている楽曲は私の CD ジェントル2020から桜2011。代々木公園の緑に触れながら日本各地で愛される桜をテーマにした歌です。現在テレビ埼玉、四季、彩の国紀行など地上波テレビや FM レコメンドサウンズで好評オンエア中。ネットでも現 GENジェントル2020で検索していただくとタワーレコード正規オンラインサイトなどからご視聴いただけます。さてその代々木公園ですが、 JR 山手線渋谷駅と原宿駅の中間に位置、渋谷駅からは渋谷丸井があるファイヤー通り沿いを歩いて渋谷モディのある神南1丁目交差点から緩やかな坂道を上がっていくとちょうど5分ほどで代々木公園に出ます。この通りは1972年渋谷パルコ開店を機にイタリア語で公園を意味するパルコにちなんだ公園通りと命名されました。渋谷パルコはもちろん NHK 放送センター、山手教会、ディズニーストア、アップルストアなど渋谷のさまざまなランドマークが楽しめる素敵な通りで、散策をするにも最適な通りなんです。そして渋谷クロス FM はこの公園通りのすぐ近く、駅前のスクランブル交差点から放送局のシンボルマークがご覧いただけるビルにあるんです。ガラス張りのスタジオは外からの観覧が自由で、 MC は山田邦子さん、辻元舞さん、トロサーモン、ユーチェルさんといった素敵な出演者が目白押し。渋谷クロス FM 公式ホームページから全国でライブ YouTube がご覧いただけます。毎月第2木曜日22時から22時50分生放送ジェントルナイトでは、私、源、飯島源、キロさんが毎回素敵なゲストを迎えてお送りします。4月14日は日本ロックのパイオニア鈴木圭一さん、映画月とキャベツでおなじみの映画監督篠原哲夫さんがゲストです。皆様もぜひチェックしてみてください。というわけで皆様いつも心にはなんくるないさ。またお会いしましょう。ごきげんよう。源さんありがとうございました。渋谷クロス FM ジェントルナイトもよろしくお願いします。ここでお便りを紹介します。ラジオネームいさぎさんです。はじめまして。映画ガン家族の主題歌でマグカフェアットガーデンのキロさんを知って以来、その歌声と曲が大好きになりました。これから毎週金曜日の15時を楽しみにしています。わー、ありがとうございます。今回のゲストが小田哲郎さんとのことでメーグルを送らさせていただきました。小田哲郎さんといえば数多くのヒット曲を作られていますが、私にとっては大昔のアニメ装甲騎兵ボトムズのオープニングとエンディングを歌われていた哲さんの方が馴染み深く、カラオケに行くたび歌うくらい大好きです。ということで哲時代の裏話なども聞かせていただけると嬉しいです。ということでね、私ねちょっと聞いてきました、小田さんに。そしたらね、この設定、この哲さんっていうのは双子の兄で長野で蕎麦屋をやってるっていうことになってるらしいんですけど、こっちはねいわゆる出任せだそうです。そのまま来ちゃったって言ってました。
あの当時のレコード会社としては、あの契約が決まってたのに違うアニメの主題歌、レコード会社で主題歌を歌うっていうのがご法度だったっていうことだったので、まあ、その鉄さんっていう名前を使ってその、ね、流れになっちゃったよみたいなことらしいんですけど、今となってはまあ時効みたいなもんなんじゃないでしょうか。ということで、そんな、いろんな側面を持ってる小田哲郎さん、2週にわたってのインタビュー後編です。お聞きください。というわけで、今週もよろしくお願いします。2週に続いて、お迎えしてお話を聞いていければと思うんですが、なぜ、そうですよね、先週は、まあ、あの沖縄の話と小田さんとかっていう話とかをよくたくさん伺いましたけど、あのそもそも私と小田さんはなぜこういう知り合いなのかっていう話をそういえばしてなかったなと思ったんですけど、うんうんうん、小田さん覚えてますか？あのスティッカムね。スティッカムです。ご存じない方のために簡単にご説明しますと、そのスティッカムジャパンといういわゆる YouTube みたいな、 Ustream みたいな、そういうインフラといいますかサービスがあって、そこであの小田さんが小田哲郎工場長の小田製作所っていう冠番組を生配信でやってらっしゃって、それ2008年3月、あもう今頃じゃないですか、2008年3月だそうです。えちょっと待って、14年前です。おう、うわそう、ね、君もまだなんかこう大学生っぽかったもんね、まだ赤抜けず、はい、ね、AD、 そこの私 AD やってましたね。 そうですそしてこうやってあの YouTube チャンネルっていう、やっぱり生配信とかね、デジタルコンテンツみたいなものでこうお仕事が一緒にできるというのは本当ありがたいです。いやもうこちらこそね、本当にいろいろやってもらってね。そんな YouTube チャンネル小田哲郎ティーズコーポレーションというチャンネルがこの度先日登録者数10万人を突破しました。おめでとうございます。はい、このあれですよね、10万人達成、生配信しながら視聴者の皆さんと瞬間を迎えましたね。面白かったね。どうでした、あの時の気持ちというか印象に残ってることというか。どれぐらいだっけ、50人ぐらいね、何人でしたっけ、確かそうです50人、50人ぐらいだよね、はい、でほら、そう、あのちょうど撮影の日だったんですよね。そうそもそも撮影をしに私もここに伺ったら、うん、そう残り50人ぐらいだよ。そうだね、じゃあ生でやってみるか、うん、でも本当に50人来るのかよってね。それがまあ生でやったらいきなりバンバン登録者数がさ増えて、思ってたよりスッと10万人超えたんだけど、うん、じゃあ何、みんな登録しとけよさっさとってその時は思ったけどね。確かに、まあ、でもありがたかったよ、本当ですね、うん、なんかこのまま行くと夜が明けちゃったら大変ですねなんてね、そうそうそう言ってたんですよね。じわじわ一人もう一人とかなってさなんかね、何時間経ってあと10人かどうしよう、やめようみたいなことになるかなとぐらい、そんな危惧もあったんだけど、ありました。意外にあっという間に撮ったことが増えてってさ、あのおかげで私帰れました、ありがとうございます面白かったね。面白かったですね、うん、まあ、そんなあの小田哲3分トーキングということで始まった、いわゆる、まあ、最初は楽曲提供した楽曲について3分間だけ話すみたいな企画で始まったと思うんですけど、 そもそもなぜ YouTube チャンネルをやろうとしてしたんでしょうか。そんなに深い考えはないです。あ、そうだったんですか、うん、思いつき基本的には、はい、やってみるっていうことが好きなんだよね、何でも、うん、とりあえずやってみて、あこれ向かねえやっつってやめるみたいなこといっぱいあるんだけど、はい、でもやってみないと分かんないじゃん。とりあえずやってみる、新しい何かノウハウみたいなものはとりあえずやってみるっていうことが好きなんだよね。なるほどね。だからやっぱり音楽を作るっていうことにおいても、はい、ずっとそうよ。例えばそれが打ち込みっていうことが始まって、だ要するにあの音楽を作ることにパソコンを使うっていうことがさ、こうどんどん出てきて、でサンプラーを使うっていうことだ、そういうのって俺まずやってみるのよ。あの40年近く前ぐらいから打ち込みっていうものが初期の形で出だした頃に、まあ
結構すぐやりだしていろいろだからそれを生とだからなんだろうなあの新しいことや試してみるんだけど、はい、その新しさをそのまま新しいわーい面白いって出すことが好きなわけじゃないのよ。ただそれが何か自分の音楽にいいニュアンスで使えないかなって思ってこういろんな風にその混ぜ具合を考えるみたいなことをずっとやってて20代の頃、はい、それで、30代だから90年代入ったぐらいかな例えば踊るポンポコリンは90年、はい、あれなんかはだからもう全部俺が打ち込みしてボコーダーでピーヒャラピーヒャラってやってそれでサンプラーでいろいろな処理してまあいろんな生楽器のサンプルを入れたりもしてるしあと CD ではタタ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 みたいなことを歌を処理したりとかまあいろんなことを遊んでるよね。へえ、あれでも賞取りませんでしたっけ。あれレコード大賞のすごい今聞いても新しいですもんね。まあ新しかないけどでもまあ面白いとかは面白いとは思えると思うよ。あと古臭くはそんなにないかもね、うんうん、だからやっぱりそうやって新しいものが何か自分にとって有効利用できないかっていうふうにやってみる触ってみるっていうことはもともと好きなのよ、うんうんうん、でまあそういうあれの中でまあ、結局いろんな SNS だったり、はい、まあそういう動画、まあ、特に俺動画は見るの好きだったからね。そう、私が知ってる限りだと小田さん結構早いタイミングでニコニコ動画ご覧になってました。そうそう、もうだからニコ動なんかはもうほら本当好きだったよ、そんな中でじゃあ今の YouTube チャンネルっていうのはどういうふうにその小田さんのツールとしてマッチしてるって感じなんですか。うん、結局自分が楽しく人とコミュニケーション要するにリスナーの人とかとコミュニケーションができる場っていうのがあると楽しいよなっていうのは思ってたわけよ。でまあツイッターとかもすぐ、まあ、やってみたり。はい、してたけど、まあ、今もやってるけど結局あんまりそういう、まあ、インスタにしてもツイッターにしてもそれはつぶやくなり写真あげるなりなんなりそういうのってのはさ、はい、自分の日常を切り取ってかないといけないじゃない。そうですね、日常の中でどう感じたっていうことを書いていく、うん、あるいは日常の中でのこういう場面を写真であげるみたいなことがやっぱりどうしても中心になっていくと思うんだけど、それはねやってみてどうもあんまり俺は向いてないなっていうところあんのよ、うんうんうん、俺はあくまで作品を作るっていうことが好きで、だそれは結局音楽が一番だから作品として作ることが好きなんだけど、はい、YouTube の場合も結局一個一個がある意味やっぱり作品的な作り方にはなるわけだよ。そうですね、まあ、作品とは言ってもすごくほら手作りな形でな。そうですよ、最初の画質なんてもう大変なもんですよ。そうそうそう、もう所詮ほらスマホ一発っていう状態なわけだから、まあ、今でも変わんないんですけどね。それは今でも変わんないけどさでもまあでもやっぱりそこでこういう歌についてこういうふうにしゃべるっていうことだけを3分間やる、それはあくまで歌について喋った動画っていうある意味作品なんだよね。そうですね、そうやって作ったものだからさ、うん、やっぱそういうふうに日常と関係なく作るっていうことの方がショーに合ってんだろうね、うん、なんか一個一個丸がつくといいますか、そう完結しますよね、コンテンツとしてね。なるほどね。だからその点やっぱりツイッターだインスタだってのはもう日常の中で今これ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 ってずっと続いていく中でのなんかあれだからね、うん、水が合う人はね合うんでしょうけれども、だからやっぱり人それぞれの向き不向きの中で、まあ俺もだから全部やってみてはいるけど、どうやら YouTube だけはだからショーに合って
ったみたい、うんうん、でだから続いちゃったよね、思いのほか、ね、続きましたね、うん、大変じゃないですか毎週一本、うん、ちょっとしんどいねやっぱそうですよ、うん、3年目ですからね、160本以上ありましたよ。なんだろう、だんだんやっぱりね、ネタも困ってくるからしんどくなってくるけどちょっと最近意地が入ってきたよね、これはやめるわけにいかねえなっていうさここまで来るとそうですよね。あれですか、変わったこととかあります？ YouTube 続けてきて変わってきたこと、うん、だからやっぱり YouTube で俺を知ったっていうお客さんが、はい、ライブにも結構来てくれるようになった。よかった、それはやってて、それは本当ありがたいよね。ちなみにどんなお客さんが増えました？これがね、はい、正直言うとあまり本意でないんだけどというのもなぜか YouTube を見てる人たちの 90% が男性だっていういやそうなんですよ、どうしてこんなことになってしまったんだろう。男性が一人で来てくれるお客さんがずいぶん増えたな。私もこの間小田さんのビルボード横浜のライブ拝見しましたけど、カウンター席がねいっぱいあるんですけど、確かにお一人男性様がニヤニヤしながら小田さんが めでてらっしゃる姿を拝見しましたよ面白いです。どうしましょうね、女性増やすのには、ね、何します、ね、何したら増えるんだか逆に教えてほしいよあ、じゃあぜひ番組までお便りください。ここで一曲紹介したいんですが、今日はせっかく YouTube の話ばっかりなので、小田さんの YouTube 動画から何か一つと思うんですが、うん、なんかこうお気に入りのものいろいろあると思うんですけど、逆なんか何紹介しましょう。チャタンの部屋で撮ったやつがあるよね。おお、青いやつ、そうそう、あのシーズン・ザ・サンを、海をバックに歌うっていうのを撮ったんで、はい、それを聞いてもらおうかな。いいですね、あれイヤホンで聞くとね、波の音がちょっと聞こえてくるので、東京とか沖縄じゃない方はちょっと沖縄気分が味わえるんじゃないかなと思います。じゃあそれ聞いていただきましょう。私の方からご紹介します。海で歌ってみたシーズンインザサン。 Stop the season in the sun、 心を潤してくれ、 いつまでもこのままでいたいのさ。 Stop the season you're my dream、南風やるせない想い Feel so blue、 日差しのシャワーグラス片手にデッキチェア窓のアフタヌーン、瞳閉じればそうで、プールサイド光る君に釘付けなのさ。 Stop the season in the sun、 夏よ逃げないでくれ、もう少しこのままでいたいのさ。Stop the season, you're my dream、 時計など気にせずに抱きしめ会えたら Feel so君は
season in the sun 夏よ逃げないでくれもう少しこのままでいたいのさ Stop the season, you're my dream 時計など気にせずに抱きしめあえたら Feel so nice Stop the season in the sun 心潤してくれいつまでもこのままでいたいのさ na, na, na. Stop the season You're my dream やるせない想い Feel so blue お聞きいただいたのは、小田さんが海で歌ってみたシーズンインザさんでした。こちらあのチューブに、作曲として楽曲提供された曲ですね、はい、ということでインタビューコーナーもいよいよおしまいに近づいてきてしまったんですけれどもちょっと今後の話も伺いたいなと思います。聞くところによると来年アニバーサリーイヤーということで、みたいですね。何周年何周年数えるのが大変だよ最近40周年40周年ソロデビューからの40周年だね。なるほど。だから音楽生活としてはもう、どれぐらいになるんだろうね45年ぐらいになるのかな、40周年ということでじゃあそのために今年は準備の年になるのかななんて思いますけどどんな今年はどんなご予定なんですか。もう今年はシンプルです。今年はとにかくアルバムを完成させる。おもうこれのみですね。もうみんなめちゃくちゃ待ってると思いますよ。俺すっげー待ってますよ小田さんも待ってた。もう本当にね何年前から今年出すよって言ってるかと思うとね本当ひどいなと思うんだけど。確かに。ちなみに最新のアルバムが私何年前かも忘れちゃった、ね、あれもう10年ぐらい経ってんじゃん。ダブルフェイスですよね。ダブルフェイス。あ、今小田さんの後ろにポスターありました。2013年10月インストアって書いてあります。うっかり10年前ですよね。まあそういうことですね。あ、そっか、30周年記念で作った可能性があるんだ。だったかな。そうかもね。だったか、もうそれくらい怪しいですね。ひどいな。でしかもそのダブルフェイスが7年ぶりぐらいだったんじゃないかな。そう、あの、ワンナイトからですか。うん、いつも言ってんだけどね。新しいアルバムは今どれくらい制作が進んでるんですか。うん、これをどれぐらいっていうのかが難しいよね。あのいろいろレコーディングはもうずいぶん前から進んでてっていうか5年ぐらい前にある程度できたのよ。それをつってなんかつってあれあれあれちょっと待ってそれなんかこれ違うなみたいなのが始まって、はい、そっからこういろいろうじゅ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 やってるよね。え、ちなみに何がネックになってるんですか。なんか今の俺としてはこれ面白くないみたいな。全体にこの音楽今俺がやりたいと俺思ってないみたいだなっていうことだったりする。やばい。じゃあ編曲に手入れようとするとそれは時間かかりそうだな。というかもう曲ごとボツっていうのがまあいろいろあるよね。もったいない。まあでもまあまあまあでも頑張ります。大丈夫大丈夫、完成させるよ。じゃあ皆さんはあれですね、小田さんを応援するためにもちゃんと動画見ていいねを押して登録してっていう感じかな。そうね、それはとても励みになります。あ、よかったです。じゃあこれからも皆さん小田さんの YouTube を応援してください。お願いします。はい、よろしくです。というわけでですね、2週にわたって音楽家の小田哲郎さんにあれやこれやとお聞きしました。本当になんかあのお時間ありがとうございました。ゲストは小田哲郎さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
エンディングです。お知らせがあります。4月9日明日です。配信でもやります。マグカフェアットガーデンがライブに出ます。ジェントルアフタヌーンライブ。私のマグカフェアットガーデンのホームページから無料で見れますので、よかったらチェックお願いします。そして来週はですね、アニメ日だまりスケッチのエンディングでおなじみ音楽ユニットのマーブルのみっこちゃんをお迎えしてお届けします。お便りメッセージをお持ちしてます。797@fmginowan.com 素敵スタイル宛てにお願いします。この後はゆかりんごさんのレッツゴーゴーヤキッチンです。引き続き FM ギノワンでお楽しみください。マグカフェアットガーデンのキロでした。チャオ。